座ってください。こんにちは。はい、こんにちは。ここが津波の浸水したところです。This is the area of 津波 was hit. で、ここが玉浦中学校。That's a junior high. で、ここは全部がこう岩沼市です。岩沼市の約半分が津波の浸水にありました。でこれは授業内容を知らせることで親に安心感を持たせたいという狙いが。Get together and get out in a timely fashion. Get to where they need to go. お知らせしてる避難訓練だけじゃなくて抜き打ちの避難訓練も。小さい避難訓練は抜き打ちにやっています。震災の大変さで震災の時に子どもたちが頑張ったところとあと、今日十分伝えられなかったのはその後学校がどういうふうに立ち上がってきたかっていうようなことも伝えたかったんですけど安心できるようなそういった教育をちゃんと学校でやってるんだということを伝えていきたかったんですね。私たちがやっぱり日本中世界中からいろんな支援いただいてそういうことを伝えていくのも私の使命かなと思ってます。ありがとうございました。